三輪の東人は、飛鳥時代の豪族、聖は君。三輪の栗熊の東人とも言う。三輪君氏は、山和国上上郡大臣が、毎年豊かになった、とあり、初期巻期、第22にも、同様の記述がある。和名類呪状によると、山城国政軍栗熊の豪現在の京都府宇治市大久保あたりとされており、 東人はこの地を拠点とする三ワ一族の一人であったものとみられる。三ワ君本州からの分岐は曽祖父の布の主君の時で、祖父は陽明天皇記に登場する白帝君。初期末期第25によると先に直を受けて三マ名の教会を視察したという。その際にくだらの子二騎士は非常に協力的であったようである。その後、大化元年7月、 高徳天皇の時に、高来、九だら、白木が使者を派遣して、長を信入した。九だらの長の使いは、未真名の長の使いを兼任して、長を信入した。しかし、九だらの大使は病になり、何はずの館に泊まって、刑に入らなかった。このことを比例と見た朝廷は、小瀬徳太を使わして、以上のような見事の理を伝えた。はじめ、遠い我が皇祖のお世に、 くだら国を内観化としたことは、たとえて三絞りの綱のようなものであった。中頃、未真名国をくだらに属された三国式、くだら本里によると、642年くだらは、未真名の中心地を白木から奪っており、その結果として、白木が治めてきた未真名の長木くだらが支払うことになった。また、皇玉天皇二年七月、大部たちを南馬軍に使わして、 くだらの蝶と献上物を検査させたが、従来の例よりも少ない。大臣への沈没も去年返した品目を変えていない。軍系へ送るものもなく、前例にあっていないという苦情をつけたこともあった。蒸気のような事情があった上で、この旅の蝶には不足しているところがある。そこで蝶を返却する。未魔なの建てまつったものは、天皇が親しくご覧ずるところのものである。 今後はつぶさに国と出すところの長を知るすべし、ぜひとも早く報告性をこのように伝えた後、再度、庭のあずま人と馬飼い作りを使わすと述べた。以上の箇所のみに現れる人物であるが、その翌々日、天皇は左右大臣に御事の理りし、大部と共の宮津子らに、施政方針としての意見を出させており、また、三十警定の庭色夫が、大化五年に、 カモンカドマロと共に、白木に派遣され、同年、白木王から王族の金太水が人質として派遣されている。これらのことから、海進政府の意気盛んな様が見て取れる。後に、三輪ノ氏は、大三輪氏と、開始し初期第29によると、天武天皇13年、発色のせいで阿尊を施政されている。ありがとうございます。